皆さんこんにちは、太郎です。本日は3月25日月曜日です。はい、ということで本日もですね、雨が降ってるので白かきをしております。ただね、午前中でやみそうな予報だったんですけれども、なんかね、やまずに、まあ、だらだらと、超小雨ではあるんですけどね、見えるかな？見えるかな？見えるかな？ちょっと分かりづらいですね。超ポロポロ降ってます。超ポロポロってすっごい、優しく降ってます。はい。見えづらいかな、GoPro じゃちょっと。はい。まあね、やろうと思えばやれるんですけれども、材が詰まったらめんどくさいのでやらないと。で、寒いですしね、はい、やりませんが、今日もですね、はい、トラクターでやってきたということで、手直し白かき、それの方ね、行ってまいります。はい。まあ、このようにね、はい、一発が済まなかったところですね。まあ、結構ね、はい、やり直してますね。昨日は、あ、まあ、いいか、とりあえず、後方撮影に移りましょう。はい、ということでやってまいります。 PTO オン、エンジン1500。はい、これでやってまいりましょう。気持ち的にはね、最後の人撫でといった感じですね。はい、これをさーっと、でもちょっと水が多いな、うん、ちょっとここは多いな。まあこれでできるとこまでって感じかな、もうね。今日も結局一日中雨降っちゃったのでね、はい。まあ、いくら田んぼの尻を切ってても水位は増えちゃいますね。あ、まあまあいいか、まあ、極端に多すぎることもないな。入り口のところがちょっとね、はい、深い感じなのかな。よしよし。はい、ということでね、昨日も、まあ、毛直し白かきして、あとは後作っていうほど後じゃないですか、夏の指ですね、それを植える田んぼの白かきをね、その後は中心に行ってました。というのもね、もう手直しもいいんですけれども、結局ね、夏の指もまた後するよというところで、ほんとね、手つかず青々した田んぼが広がってるんですよね。で、水も仕掛けてなかったんですが、ちょうど昨日の大雨でね、はい、かなり水が入ったのでラッキーと思ってね、もう、はい、かなり草は茂ってましたが、ハローで突撃してね、はい、綺麗にね、はい、なりました。まあ、全部が全部済んだわけじゃないんですけれども、まあ、これもありかなと思ってね、やってましたね。やっぱり仕事がね、はかどりますね。この何も手つけてないところから、とりあえずもう一度ね、全部混ぜてしまえば、あとはね、水がいいくらいになった時にね、もう一度かけばね、田んぼになりますので、まあ、なので昨日は夏の海の田んぼの荒白をしたといった感じでしょうかね。はい。で、話は変わりますが、今日ね、ショート動画を投稿しました。ご視聴いただいた方ありがとうございます。今年のね、一つの、テーマである上痛みを抑えて活着を良くすると、まあ、JA 内に追いつけ追い越せということでね、はい、やっておりますが、今日3月25日、本日ショート動画上げた田んぼですね、それが3月21日に田植えをした田んぼなんですけれども、まあ、私の目で見た感じね、すごくね、例年の私の家の田んぼとすると緑色に見えました、苗が。はい、移植した苗がですね、やっぱり植え痛みが軽減されてるのかなーっていうのをね、感じております。他の田んぼについても結構ね、色味が変わっておらず、シャンとしてますので、もうこれはね、やっぱりいい感じなのかなと、はい、いう印象を抱いております。先日ね、コメントも募りましたが、はい、コメントについてもありがとうございました。はい、センターさんもね、はい、ありがとうございました。流罪をかけてらっしゃるんですね。ちょっと何流罪、ちょっと今パッと名前がすみません、思い出せませんが、はい、なので、まあ、ちょっと見ましょう。はい、せっかくなので見ましょう。富士湾
まだ調べてなかったんですが、富士ワンツーね。あ、なるほどなるほど。まあ殺菌剤であるやつなんですね。粒、へえ。なるほど、殺菌を粒でやるという方法もあるんですね。あれみたいな感じでしょうか。言えば、タコ製用剤とはまた違うか。結構皆さんいろんなことされてますね、やっぱりね。はい、ボンベイさんもね、ありがとうございます。やっぱり廃炉が来るというのはね、追肥をね、やっぱ考えますよね。ですよね。ボンベイさんは上痛みがひどい場合は移植後に硫黄を与えるという、これ意味かな。毎年少し色落ちしますと。色落ちがひどいときは硫黄を与えますと。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。そうなんですよね、活着ねしてくれた方がね、テレーンとしてるとね怖いですもんね。テレーンってしてる間にタネシに食われそうな気がしてね、すごく嫌なんですよね。あと溶けそうな気がして。まあ、そうこういろいろ考えることがありますが、まあね、皆さん結構やっぱでもアプローチは違えどね、やっぱいろんなことしてらっしゃるなと思いました。ありがとうございました。私もね、私も負けずいろんなことをしていきたいなと思ってるんですけれども、なか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 ね、はい。まあでも今年はとりあえず床土腹道を増やすというねことを実行に移せたのは良かったかなと思いつつ、なかなかね、はい、まだやりたいこと全てできてるわけじゃないので、しっかりねやりたいことをできるように頑張っていこうと思っております。よし、ということでまた話は変わりますけど、今日ねちょっとまたなんだろうな、 YouTube のサムネイルを見ながら、今日ね田植えを撮影するつもりだったんですよ。で雨が降らない、あ、止まないので、もう田植えを断念して、もう今日は白かけデートしましたが、いやー YouTube のサムネイルをめくってたらね、心配な動画がありまして、あの小5歳から18歳までの子供にがスマホを1日3時間、まあ、タブレットも含むんでしょうけども、3時間以上扱うとね、その脳機能の低下が見られると。で子供がいるのでね、うちもで正直タブレットもね見せてるんですよ。3時間も見せてないんですけどね、30分っていう区切りをつけて30分1セットで、で大体2回かな、なのでまあ1時間ぐらい見てる計算になりますが、見せてるんですよね。いやはい、そういうね記事を見てね、まあただなんでそれが悪いかですよね。私もねちっちゃい頃から別にテレビ見てましたし、ゲームもしてましたしね、多分これ時代が移り変わると同時に、この何々をすると頭に悪いというのは移り変わってるんでしょうけれども、昔はテレビだったのが次はゲームになり、次はスマホタブレットになりという感じでしょうかね。ただね、スマホが顕著なようで、それが、はい、何なんでしょうね。ニュースピックのサイトでね、まあ、いかにも頭の良さそうな方々が喋ってましたが、いやー心配になると同時に、いや何をネット記事を鵜呑みにしてるんだってね、まあ自分も情けなく感じましたけどね。鵜呑みにするというか、まあまずあのサムネイルはね、とりあえず視聴回数上げるためのサムネイルでしょうから、まあそれはいいとして、ね、スマホを使った教材とかそういうのもあるような時代でね、スマホ何がいけないでしょうね。何も考えずにあのシャッシャシャッシャスクロールしてるあの時間がいけないのかな。例えば調べ物するためにね使うこともあるでしょうしね、
まあ、私のように動画撮ったりする人もいるでしょうし、このスマホを1日3時間以上使用って書いてありましたが、その使用する内容用途ですよね。ちゃんとそこ辺も考えてね、ドキドキしないなと、ドキドキしないといけないなと思いました。まあ、でもおそらくそういう YouTube を見るとかそういうことなんだろうなとね。いやただね、子供にダメっていうだけのも難しいですしね、やっぱりね、子供にダメっていうだけよりは自分も使う量を減らさないといけないでしょうし、かといってね、使わない限りずっと子供と付きっきりで夜の間遊ぼうって考えても、それはちょっとね、やっぱり仕事終わって帰ってね、疲れてるのできついですしね。いや、どうすればいいかなと思ってね、ちょっと、まあ、その動画を見て考えてたところでした。まあね、真に受けるわけじゃないですけど、まあ、まだちっちゃいのでね、子供ね、結局見てるのって YouTube なんですよね。まあ、なので一気にね、撮るとかじゃなくてね、使用時間を半分にするとかね、まあ、なんかちょっと違う方法、あとはおもちゃで遊ぶかな。やっぱりあんまりね、スマホしながら喋ったりするのもいけないと思ってはいるんですけども、やっぱりね、ちょっとスマホしゃいろいろね、触っちゃってますもんね、私もね、こう振り返ると、あー、そういうのもあるなと思いながら、極力ね、我々もスマホを触ってる状態っていうのをね、減らさないといけないのかなと思ったりもしましたね。とりあえず今日ちょっと、今日からね、ちょっと意識して試そうとは思いますけれども、いやどうしたもんかなとね、思案中でございます。もうこのタンバー、これ以上浮いたらもうすくこみはしない。上限回数決めとかないとね。この仕上がりなら、まあこの感じならね、このね、白回転の感じならこれはもう大丈夫そうですけどね、ちょっと抑えすぎか、まあいいか、このタンパは大丈夫でしょう。これのね、隣のタンパが厄介なんですよね。隣のタンパが合筆じゃないんですけど、あぜが切ってあるというね、はい、タンパでして、まあ、ほぼ高低差はないんですけれども、まあないはずはないですよね、あぜがもともとあったんだから。で、あぜの両端が切ってあると、まあ、よくなぜか分かりません。まあ、おそらくあぜを取り外す交渉が難航したんでしょうね。はい、あの作業のやりやすさの問題から端っこだけ切らせてもらったというような感じかなと推測しますが、多いな、水が止めてあるもんな。なぜこの量で、少々お待ちください。はい、ということで再開します。まあいいや、もうとりあえずやっちゃおう、せっかく入ったので。これは深いな。これは深いな。もう入っちゃったからな。まあとりあえずやろう。濃厚だな。はい、こんな感じでね、田植えも心配ですが、田植え以外の心配事もね、最近増えている私です。ただあのサムネイルはちょっとね、いただけなかったんですけどね、スマホ3時間以上で偏差値50いかないっていうね、よくわからないですよね。
って別にそれもしみんなが変スマホ触ってたらね偏差値50いきますよね。ね、結局条件揃えたらそれ子供の個体差だろうって思っちゃうんですけれども、そのサムネに釣られた私が、はい、私が悔しいというところですね。はい、見事に釣られました。一本釣りでしたね。よしよし。え、カメがいた。今城変えたところからカメが出てきた。よかった、無事そうだ。見えないし、カメか。スッポンとかも見たことありますね。あれね、鯉とかね、魚、あれびっくりするんでしょうね。ハローに突進してくる魚もいましたもんね。で、鯉はやっぱ強いですね。ハローで書かれた後もね、なんか動いてました。あ、壁もこのぐらい水が多くて甲羅に隠れるからきっと大丈夫でしょう。裏返れば大丈夫か。裏返しになったらちょっと分かりませんね。よいしょ。うわ、あっち側も草がもう出てきてる。
私の去年の動画見てくださってた方なら分かるかと思いますが、かなりね、あのクリンチャーバス ME とかを散布してましたので、私ね去年なので、まあ言えばあのジャンボ材も聞いてない聞いてないっちゃ聞いてないんですよね。聞かせれてないか、聞かせれてないっていうのが正しい表現かな。でもまあ除草剤は1回は入れておきたいと思うと、まあ、もちろん効いてる田んぼもあるんでしょうけれども、あるんでしょう、あるんですよ、あるんですよ。あの雑草が生えた田んぼとかはね、美味しいなって思ってあの投稿してるあのね点もありますので、もちろん効いてる田んぼは効いてるんですが、まあそれを考えるとね、一度除草剤を投入するという作業をしていると、ね、自分に言い聞かせれる効果はあるのかなと。そのジャンボ剤を入れるための日程がね、結構そこでね、水扱ったりなんたり溜めなきゃいけない。で、溜める、溜めすぎる、種子に食われる、抜く、草が生える、種子に食われて苗はないわ、水を抜きすぎて草は生えるわというね、ダブルパンチですね、往復ビンタを食らうと。それはね、減るのかなと思いましたので、よしよしとしときましょうね。だってまあ後でどう振ってすると思えばね、クリンチャーバス ME は水を張ってもいいですし、水を張ってちゃダメならね、なんだろう、ヒエクリンバサグランとかそっち系でもいいのかな。水がなくてもいいですよね。要はもう手札はね、手数は増えましたので、私の動産はね、流剤の除草剤を散布するのがとても下手くそですので、あのシャッターが閉まってないんでしょうね。シャッター解像ゼロでもあのふわーってなくなっちゃいますので、はい、ちょっとあの液剤に頼るしかないっていうところなんですが、今年は本当除草剤の年になりそうだな。完全にも除草剤使いたいなと思ってるのでね、今振ってらっしゃる方が多いですね。あ、除草剤を今散布されてる方がかなり多いなという印象です。確かに今ですね、今なら春草ですし短いですしやりやすいなと。あ、確かにその方法いいなと思いながらね、はい、死の柿や田植えをしながら眺めていましたが、あとアゼ塗りとかね、はい、そうです。なかなか、なかなか、なかなかでございます。なんだろう、とりあえず私は白柿を終わらせたいなというのがありますね。そう、レッド、見た感じ綺麗になったけどどうなのかな。草が浮いてきそうならまた、まあ、このように部分的にはいい水量だけど、まあそうだよね、ここはあぜが切ってある上の方の田んぼなので、さっきね田んぼに侵入した下の方と比べるとそれは浅いですよね。土引きもなのでできないんですよね、真ん中にあぜがあるので。畜生ですよね、畜生って感じですよね、ほんとね、悔しいですね。なるだけ、なるだけ綺麗にしようと思います。そうなんですよね、白掛けをバチッと決めて水管理がバチッと決まってればそこまで草はね生えないはずなのでね、まあ、ヨシとかね関係なく生えてくるやつはいますけどね、あれはしょうがない。よっしゃよっしゃよっしゃ、今日結局雨止まないんだね。よかった、白掛けにしててちょっと悩んだんですよね。どうしよう、田植えしようかな、でも雨だしなと思ったけど、決め手は白掛けをしてて昼過ぎて
当初の天気予報が4時から雨 90% だったので、ああもう2時間しか台風できないならいいやと思ってお城かきをしました。まあ正解だったかな。なんかいるな、田んぼの中に。なんか？なんだ？あ、この浮き草。浮き草はもう無理だな。浮いてるな。浮いてるのはもう水の流れと一緒に行っちゃうから、あれはずっとすき込めないやつだ。草が浮くて考えるとやっぱり水が多いな。まあもうちょっとね、完璧は諦めて、そういえばっていうのもなんですが、はい、あの私のねチャンネル登録者2000人いきました。ありがとうございます。はい、明るい話題ですね。非常に明るい話題。いや12000人、なんかね今まで11000人台だったんですけれども、本日ね12000人いって、やっぱりこの大きい桁の数字が増えるというのはすごくなんか 見た目が変わってね、自分のチャンネルじゃないみたいだなと思って嬉しいです。とてもありがとうございます。最近はまた登録していただける方が増えてですね、はい、登録者数皆さんのおかげで伸びてたんですけれども、はい、このようなはいチャンネルの規模になることができました。ありがとうございます。まあ、これからもですね、まあ、もう本当ね、まあ、もういつも通りなんですけれども、この私のペースでね、もうこんな感じです。私の動画は、まあ、これ以上クオリティが上がることもなく、まあ、農家としてのスキルは上がることを願っておりますが、はい、まあ、そういった感じのチャンネルになるかとは思うんですけれども、よろしければね、これからも見ていただけると嬉しいです。いや考えられないな、去年の今頃は3000人いったら、なんだろう、ちょっと自己紹介っていうかね、まあ、どこで農業してるとかそういうのをね公表しようとかね、多分言ってたんですよね、この時期。いや懐かしいな。なんか2000人台と3000人って全然なんか違うなと思って、田植えが終わった頃に3000人いったんですよね。すごく嬉しかったのを覚えてますね。で今ね1万2000人ということで、またね、はい、特段チャンネル登録者数が増えることは諦めてはないので、はい、これからもね、はい、少しずつでも、はい、登録していただければなと思ってますので、はい、まだね登録されてない方はどうかその動画の下の方にあるね登録ボタンをポチッとしてくれればね嬉しいです。いやちょっとね贅沢ではあるんですが、ちょっとやっぱここまで来るとね、やっぱ1万人こそ2万人目指したくなっちゃうのがね、このもう人間の差でしょうか。はい、意識しちゃっております。遠いですけど、遠い目標をするのはねいけないんですけどね、気が遠くなるので、まあけどやってればそのうちできるんじゃないかなとちょっと期待しております。2万人か、自分で言いながらなんか現実味がないですね。まあでも1000人とかの頃の私が冷静に見てるといけるよと思うんでしょうけどね。
ね。でもどうなんでしょうね。だってすごくクオリティが高い方々でも生成さんは今どのぐらいだ、すごいなと思うんですよね。生成すごいハイクオリティですもんね。生成さんが 4.6 万人でしょ。そうなんですよ。いくらハイクオリティにしてもここからね、成長幅っていうのはね、なんかもうほら見込めないというか、見込めてるんですけど、あんなにクオリティを上げても4万人ですから。いや4万人ってすごいんですけどね、あんなに面白いのにと思うんですけどね。結局なんだろうな、こう言えばね、狭い市場で勝負してますよね、この農業関係上げてる人は。きっとこれどうやっぱりね、裾野を広げていくかというのは、本当特に私のようなやり方なら自覚はありますので、あのようなね、ハイクオリティな動画を作れないという資格はありますので、私は数打つことだなと、はい。あとはなんかテーマを決めてね、農業、営農方法の、まあ、それを追っかけていくね、はい、ドキュメンタリー性をね、上げるというか、なんていうかね、この農家のノンフィクション具合をうまく伝えるというかね、そこ変なのかなと思いますけど、結局でも農家以外に訴求するにはと思うと、なんだろうな、まず開拓系はね、すごい農家以外の方も見てくださってる印象ですけれども、あれしょっちゅうはねできないですし、はい。けどまあ私の武器になってくるのはその辺なのかな、更新頻度と、まあ、他の方がやってないのだったらなのかな。意外とやっぱりでも草刈りネタとかは結構バンバンね、みんな共通でやっぱり困ってるというかね、草刈りになってくるのかな、結局。あ、そういうね、キラーコンテンツというかね、色気づいた作戦を考えずにしっかりまずは田植えを終わらせることだな。そうなんですよね。もう私の実力以上に登録していただいているなという実感は非常にありますので、そうそうそう、色気を出さず、 YouTube に対して色気を出さずね、やる気がないとかそういうことじゃないですよ。とりあえずやることをやった上で頑張らないとな。そうだな、うん、それはいい聞かせなって。そうですね、まずは田植えですね。でもやっぱ田植えしてると毎年ものが、毎年思うんですけど、あ、田植え終わるのかなと思うのと、まあ田植え終わるんですけど、終わってからも、今年の苗ちゃんと育つのかなとかね、なんかよくわからない不安にね、冷静に考えるとね、いや育つでしょうって、やることやってればちゃんといくでしょうと思うんですけど、そのお天道様関係以外ではですね、なんかよくわからない不安はね湧きますよね。どうなんだろう、私だけなのかみんななのか分かりませんが、ね、自分でね、自分は楽観的だと思ってるんですけどね、意外とそうじゃない点もあるみたいでね、まあそのようにね、自己分析してるとなんか意外な一面がね見つかるような気がして、楽しいような複雑なようなですが、ま
まあでも思うのは自分が想像してる以上にしょぼいなっていうような たまにというかちょいちょい感じることがありますね。しょぼいなというかしょうもないなというかね。別に自虐ではございません。冷静な自己分析です。はい。なってきたな。見た感じ深いけどこれ浮くんだろうな。またもうここも終わりもしない。そう、もうここにあと2日田植えすればたどり着くようなところですので、うん、これ以上してるとちょっと田植えの工程まで狂い出すかな。いい頃諦めも一つの戦略として取り入れて、よしよし、まあ見た感じね、うん、良さげですので、よしよし、まあ、こんな感じでね今日は動画を締めさせてもらおうかなと思います。なんかちょっと今日はね締まりが悪いですけどね、いろんなね、はい、冒頭から、まあ、いろんなこと触れましたね。上痛みの軽減に成功しているような気がしますよと、はい、そこからの何でしたっけ次は、あ、スマホね、スマホでなんか脳機能低下の動画を見てビビってますよっていう、そのなんか動画に煽られた自分がちょっと悔しいですよっていうのと、まあでもそういう実験結果でかなので、あの煽られたというかね、そのちょっとなんだろうね、はい、よく自分の動画中でネットを真に受けないでくださいねとか言ってるのにね、はい、ちょっとなんかそれを見てね一喜一憂してた自分がちょっと悔しいなっていうのと、はい、まあ、そこからなんだろうな、はい、ダラダラとまとまりのない話をし続けて、はい、今日ねこの田んぼの手直しとなりました。はい、まあね、はい、食べてた割には、はい、仕上がりは綺麗かなという思いますけど、まあ水が引いてからのお楽しみですね。はい、まあ、こんな感じで、ね、手直し、そして新たな白柿もしつつね、いや迷ったんですよ今日もね、あの緑色のね青々した田んぼの撮影しようかこっちしようか迷ったんですけれども、こっちをしないとね、はい、田植えの進捗にちょっと影響が出ちゃうのでこっちに来たような感じです。まあ、また機会があると思いますので青々した田んぼもね白柿移していこうかなと思っております。で皆さんもこれから忙しい時期、もう今も忙しい時期とは思うんですけれども、どうかご安全に作業されてください。お互いに頑張りましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。